じいちゃーはんのぬいです。久しぶりの心霊探索によるバージョンですね。今回訪れたのが、青い土と書いて大槌ダム。いや、これ、初見で読める人いるんですか？ で、今、3番の画像が見えた通り、今回、ピンボケ写真とか、そういう真っ暗、あるいは動画内で撮れないって言ってた、そんな写真も結構あるんですけど、それも、遠慮なく載せさせていただいております。っていうのも、やっぱりこの写真まとめは、ノイが編集中にね、気づいてないものを、なんていうの、いろんな人に見てもらって気づいてもらおうっていう企画なので、企画 みんなにね、見てもらわないと、ノイが勝手に、これは映ってない、これは映ってないとか、そういうふうに選定して、あ、真っ暗。選定していいものじゃないから。そんなわけでね、また気づいたら教えてください。ね、この大槌ダム、青い土の大槌ダム、読めないな の解説の方に行きたいんですが、オーブはちらちらいましたね、結局のところ。後半になってムイが写真撮ったところでも、いきなり写ったとか、まあ弱々しい、そんな、あれですけど。でもやっぱりね、あ、でもここ、そう思うとまた強い方なのかな。心霊、要素のある何々ダムみたいなダムの場所って大概弱いんですよ。その 心霊のレベルが。三重県のダム行って、岐阜県のダム行って、で、今回滋賀県のこの青戸ダムじゃねえ 大槌ダム 行ったんだけど、どこ行っても結局かっちゃんがいや別にそんな大したことないけど、みたいなことを言って、まあ、記事を見る分には、死体が遺棄されただとか、その事故があったとか、そんな感じで、なんていうの、それっぽい理由はあるんですけど、それ別に、ここじゃなくても起きるよね、みたいな。そういうなんか、別に心霊っていう霊が集まる場所なのかなっていう感じなので、やっぱダム自体はそんな、あれですね、怖いっていう印象は今んとこ無意の中にもないです。さて、写真がこの辺はうまく撮れてないやつばっかりなのかな？真っ暗が続きますね。この反射鏡だけいい感じにピカーって映るのは何なんでしょうな。カメラの設定なのか。設定はいじってないから今まで通り撮れてるはずなんだけどな。で、ああ、そうそう。さっきこの数字のことをちょっと触れたけど、今回からこうやってナンバリング？何枚目？っていうのをね、わかりやすくするために、つけてみたんですけど、あった方がいいですかね。まあ、このムイのね、喋ってる音声もそうなんだけど。そう、まあ、ナンバリングはあった方がいいと思って勝手につけたんだけど、音声の方は未だにいるのかな？こういうなんか裏話的なことが喋るのも。まあ、こういう裏話的なのを喋る場所、こういう場所でしか設けれないなっていうのが思ったから、こうやってね、いろいろと、試してはいるんですが。今これ多分真っ暗で何も見えないけど、向こう側はダムですね。あ、37枚目真っ暗。まあ、こればっかは広くてもうカメラもどこに焦点当てればいいか分かってないでしょうね。でも、かっちゃん曰く、ダムの方は正直全然で、ね、動画後半で言ってた道路の方が気になるっていうのも、やっぱりこうやって一回撮影するじゃないですか。で、かっちゃんが例えば今回で言えば道路がやべえって言って、で、まあ、撮影終了します、帰ります。で、撮った映像って一回かっちゃんにそのまま渡してるんですよ。で、改めて確認してもらうと、やっぱり道路の方がやばいらしいので、ので 止まったわ。ここ、まあ、心霊で来る人いるのかわからないけど、もっと、道路側の方をね、ここの、大槌ダムのマップであった4番のあたりを焦点的に調べてみるといいんじゃないかなと思います。で、正直ダムがそんな大したことないなっていうのは、今までの経験則だけど、正直思ってて、じゃあなんでわざわざここ来たん？っていう話になるじゃないですか。せっかくね、
滋賀まで行って、ここ来るのに3時間かかってますからね、確か。で、3時間かけてわざわざこんなしょっぽいところ来たんっていう話になっちゃうんだけど、正直、来たいのここじゃなかったんですよ。ここからさらに40分ぐらい、車を走らせた別の心霊スポットに行きたくて、俺が。記事見る感じ、まあ、昔結構なことがあったって言うけど、そんなんじゃなくって、なんかね、その場所は行きたくなった、俺が。そういう場所があって、ただ、そこまで行くのに3時間半とか4時間とか、Google ナビ的なやつ、ナビつけるとそんな感じに見えて、どうしたもんかなと。で、まあ、そんな、3時間半ぐらいかけて1箇所行くよりは、こうやって、いろんな箇所をね、巡ってみようっていう。まだ60枚か。これ確か107ぐらいまであんねん。何喋んねん。これも真ん中とかにチラッと映ってるのはそうなのかな？もうこうやってあちこちいろいろ見てはいるんですけどね。いかんせん、動画だと暗かったなぁ。もうちょっとライト関連は、今、こうやって明るくしよう、撮影明るくしようっていうのをね、考えてるので、もうちょっと待ってくれると、いかんせんね、お金がないんです。で、ここ最近ちょっと心霊が控えめになってた理由、まあこれからもちょっと控えめになっちゃうんだけど、その理由が、コロナウイルス。今ね、みんな絶賛フィーバーしてる。みんな外出をね、ためらってる理由なんですけど、あれって、人がいない心霊スポットって感染すると思いますか？いやもうそれがわかんないんだ。っていうか、結局、人がいない場所なら空気感染するね、コロナウイルスでも、そもそもの感染源なくないとは思うんだけど、でもわざわざね、こうやって今、いろんなところで感染者出てるっていう中で、外出るのもね、わざわざそんなリスク背負って、だってコロナウイルスかかったら、要は、例えば、3月いっぱいまでコロナウイルスが、蔓延してました。4月からは大丈夫ですよってなったところで、もし俺らがかかったら4月も絶対治療期間だから、撮影さらにできなくなるなって思ったら、外出できないので、心霊スポットに仮にね、人いないだろうけど、いなくても、それまでに、3時間とかそういう近いところでも1時間とか心霊スポットやっぱり場所はあるのでね、時間かかる時間が。コンビニとか寄るんすよ。絶対人いるんすよ。道中には。人がいるとこは絶対にね、そんなトイレだったりとかそういう、おにぎり買ったりだとか、もあるので、そう思ったらやっぱり外出するべきじゃないなっていうね。心霊、特に長丁場になるような撮影は。だからまあ、ちょっと世間一般でコロナウイルスがね、収まってくれるまではちょっと、また心霊はね、控えめになっちゃうのかなっていうのが今のとこ、私の無意の思うところですね。87、もうちょいですね、終わるまで。これはもう道路の方か。まあ真っ暗。何の情報も得られない。あれ変わってるこれ番号。多分これ、俺が撮ったやつだな。この、左側にポコッと映って、あれオーブ映るやんみたいななんかことを思って。あ、そっか。でもこれ道路側だもんな。やっぱり道路の方がすごいのか。あと何か喋りたいことあった気がするな。なんだっけ。やべえ。写真のことほとんど触れてねえや。いや、まあ、ここは正直本当におまけぐらいで来た感じだったですからね。来週か、てか次にあげる心霊スポットが、ちょっと、すごいところなので、まあそこは期待してね、待っていただけると、いいかなと思います。うん、喋ることなくなったわ。あと10枚分ぐらい。107枚で終わりのはずだから。107枚撮って動画で紹介するのってやっぱり10枚ぐらいっすよ。そんななんかポコポコ撮ってるような風に
見せてるけど。今回はまあこういうなんかわ、なんていうの、わけのわからないって言っちゃダメだ。暗くなった写真が多くて、不採用になった写真が多いっていうのもありますけど。というわけで、まあ、うん、動画じゃねえわ、写真のことにほとんど触れなかったな。まあ、あ、ここにもオーブ映ってるんだ、みたいなのをね、また教えてくださると、私、無意をしては助かります。では、また、はい、この106で107で終了ですね。また次の心霊動画、できるだけ早く上げますので、また、待っててください。よろしくお願いします。それでは、チャンネル登録と、高評価、お願いいたします。以上、V でした。